はい、はい、あ、僕ね、あ、はい、はい、はい、あ、はい、どうもどうもどうもです。はじめまして。はじめましてではない、直接的にあんま。あ、そうですね、でもないですよね。直接的にはないです。あ、ホトダ選手の早乙女です。早乙女さんみんなに言われる。あ、そうなんですよ。で、ちょっと待ってください。あ、こうやって映ってるんだ。大丈夫ですか。早乙女さんです。マーリーさんです。僕ね、マリさん初めて見たのはね、10年ぐらい前に仙台の大会で初めて見た。仙台、仙台、はい、仙台に来てたんです。本当ですか。多分バスかなんか来てたんです。もしかして白のでっかいユニオン。古い。その時に、早乙女さん初めて見たから、こんな綺麗な、いや美しくてうまいプレイヤーがいるんだと思って。私あの時に女同士の殴り合いちょっと見ちゃったんですよ、ね。あ、ダーツ業界ってそうなんだって思って。それはちそう、それはシングルス。怖いって。いや、でもあの時に、あの結構ね、すごくうまかったですよね。全然もう頑張ってました。こんな綺麗に、で綺麗に投げてダーツを上手に飛ばす人がいるんだと思って感動した。おお、嬉しいです。ありがとうございます。仙台。仙台。仙台。覚えて、僕のことは全然知らないです。僕は覚えてます。ありがとうございます。ちょっとしーちゃんの殴り合ってみてって書いてあるんですけど。私と？なんで私と？こうやって。早乙女マリ選手。字が綺麗。ね。本当だ。字綺麗。どこが？小学校バドミントン、中学校バスケ、陸上。そして卒業以降ダンス。そうですね。かっこいい。ダンスですね。ダンス。ちょっと。だいたいダンスって言ってる。踊っていただけます。いや、それはちょっと。ちょっと。また割りできますか。また割り？あ、できないです。もう体は硬いんですよ。体硬い。そうなんです。体が硬いダンサー。そうです。でもできるよっていう。好きなタイムパスタ。はい。なかなかほらね、いつもこうほら、いや、ないですよね、2人で話してね、なかなか僕はもう今も関心が早乙女マリに行ってますから、ね、はい、そうだよね。ライバル教えてください。無難ですよね。でも本当時期ですよね。ああ、好きなアイドル、綺麗な人特にいますよ。まあ、自分が綺麗な人、違いますから。あなたにとってダーツとは本気になるもの。そうですよね、うん、大人の部活。あ、それは僕も、はい、大人の部活ね、部活やってたでしょ。やってたでしょ。だいたいダーツやってる人って熱心に部活やってた人多いですよね。ですね。あとなんかユニフォームの感じとか部活っぽいな。確かにね。何々中学とか。そう、確かに。あの辺一応で本気になるね。ダーツやめようと思ったことは何度も。何度もですよ。僕はないですよね。一度もない。まあ、仕事っていうのもあったけど一回もないですね。はい、で例えばなんか触りで何かありますか。そのなんかこうなんかやめたくなる理由みたいなのですか。いや、もう自分の投げ方が分かんなくなるのもそうですけど、つい最近もそうなっちゃって、でも仕事がダーツとかで。逃げる場所がないみたいな。だから何か一個変えれば気持ちもまた変わって楽しいに変わるから、今ちょっと変えたばっかでやってるから楽しいです。もうその繰り返しですけど結局やめないっていう。あ、でもダーツの技術論ですからね、うん、だいたい女性がダーツやめるのはだいたい彼氏がやめたからとか。あ、多いですね。彼氏がやめたからダーツやめるとか、ね、そういうのがないっていうのがね。どっちかって言ったらこう男性思考かもしれないですね。ですよね、うん、男性っぽい、ね、相手はもうどうでもいい。相手は別にですよね。でもなんかこう投げ方もこうなんか、シンプルですごいなんか飛びがすごいじゃないですか。
どうなんですかね。昔は多分そうかもしれないですけど、自覚はなかったんですよ。ああ、そうなんですね。今はそんなに前みたいにこう約束がぐんぐん走る感じじゃない。そんな感じでもないと思います。女の子っぽい飛びだと思います。女の子っぽいきっと優しい感じですね。はい、あなたこのプロダーツ選手を目指すとし言ったらどうします？子供が、はい、で、あ、明日やりたいならどうぞ。どうぞやってみれば分かると。ああ、そうだね、はい、その他 PR したことダンスやってるえ、やっぱダンスやってた。じゃあやってください。ちょっとあれは羽とかそういう衣装着ないとマジ全然通じないんですよ。あんまり凄さが分からない、動きが分からないみたい。それなんかで隠してるとか。いや、もう羽がこう周りに出てるから動きがすごい、腰がすごい波打つというか、腰回してるというか。あ、それは あの何だ、何タヒチアンダンス。ああ、タヒチ、はい、ポリネシアンダンス。ちょっとそこでさっと出してこういう感じですみたいな。こういう感じです。え、どうえ、忙しい、忙しい、あしたこんな感じですみたいな。はい、そうなんですね、わかりました、ありがとうございます。で、今日はね、自分で全部やんないとダメだ。さあ、高木選手、高木バレーですよね。バレーです。バレー式、はい、バレー、バレー、バレーで、はい、でもなんか2人仲良さそうなんですけど、なんか面識がもともとあった。私ですか？そんなないんですよね。今日は初めて。初めてじゃないですよ。初めてこんな喋ることなんてないです。ないです、ないです。目もあまり合わせたことないぐらいですよね。そんなことないじゃないですか。本当に一言ぐらいです。いや、まあ、目は合わせにくいタイプよね。目力強いしね。いや、そんなことない。いやいや、目力強い。目は合わせにくいよね、サオトメ選手。いやいや、なんかサオトメ選手、あれね、土屋アンナ選手。ちょっとね、言われます。土屋アンナ、ベッキー、あ、ベッキーも言ってる、ね、そう、ベッキー、ガッ、あ、違う、ガクハイド、ハイド、あ、ハイド間違えた、ガクトって言うと思って、ハイド、学生の時、髪短かったから。そうそうそう、雰囲気も似てるよね、土屋アンナさんって。多分喋り方だと思うんですよ。そうそう、あ、そう、たまよく話す機会があって、オープニングとかもありましたよね。行きたかったんですよね。ちょっと友達になりたいと思ってちょっと取り合わせつよ、ね、やっぱり、そうですよね。そうオーラすごいね、あれね。今年呼ぶのかな、多分予算の関係で呼ばないんじゃないかな。会ってみたい。あ、リオのカーニバルに合いそうなマリって、私サンバもやってたんですよ。すごい。いや、踊って。いや、無理無理です。ねえ、すごい。で、しーちゃんもなんか踊れる？踊れはできません。踊れる？私はまあハット出した時のハット出したね。踊り？ハット出したら踊るんですけど、まあなんか、なんかちょっとなんか、まあ子供の遊戯会みたいなドタドタしてるだけみたいな今日こう呼ばれた経緯ってね、木戸さんが呼んでくれたんですけど、どういう経緯で呼ばれたんですか？そうです。いや、でも本当大会会場で何回か会ってて、あ、木戸さんから直接。そうです。あ、マリさんは？私は突然、はい、Lスタイルの方から、はいはいはい、社長から話が来て、仁太君から。赤井さんですかね、今回。赤井君から。はい、ああ、それで。うん、いや、でも本当こういう機会ってなかなかないんでね。これでもね、こう氷が増えればね、いいなと俺いつも思うんですけどね。うん、リュウちゃんは？あ、キルさんから来てる。ああ、そうなんですね。いやいやいや、本当にね、ぜひね、こういう機会があったら、ね、なかなかこういう思い切った、思い切ったっていうのはこうプロのトップクラスの選手を20人も30人もね、こう呼ぶっていう。私試合ですか？はい、試合です。すいません、はい、見てらっしゃい。はい、そのままじゃ あれですね。どうですか、こう子育て、お子さん、ま、ないんです。あ、すいません、全然大丈夫です。欲しいんですけどね。さっきこうやりたいな、ここどうぞ感じたんで、いればっていう将来。いや、でも今もう本当にね、
なんかそれも自由フリースタイルのね、うん、まあまあで ここなんかめちゃくちゃ可愛いそうな羨ましい。ママでもダーツとか、ママでもダーツ、家でテスト勉強してるはずですけど、いないからしてないかも、ママいないからしてないかも、サボってるかもしれない。心配じゃない？いやだいぶちゃんとし、そうだね、してると。応援しに来たりとかあるんですか、子供？全くダーツに興味がなくて、行くって言ったら、そのめぐちゃんとかと仲がいいから、めぐちゃんいるとか、みほちゃんいる、うん、とかおるよって考えて、うん、でも誰々ちゃんと遊ぶから行かないみたいな。そうなんだ、うん、でもいいな、宝があって。そうですね、うん、羨ましい。安室ちゃんの大ファンね、さっき自己紹介でね言ってましたね。もうちょっとやっぱりちょっともう安室ショック今。ちょっと引退、ちょっと乗り越えましたけど、本当にご飯食べれなかったんですよ。飯がショックで。何日間が？6日間です。6日間。約1週間。6日間一切ですよ。で全く食べれなくて、あやばい来週イベントだって思ってお粥から食べ始めた。マジか。だいぶ痩せてたもんね。でもすぐ戻りましたね。そうなんですね。あ、それではですね、じゃあ皆さん、あ、なんか出ました出ました、あ、出ました、あ、出た、あ、そう、こういうやつで、そうそうそう、これはもうちょっと大画面にして、こういう男の人とかもかっこよくてムキムキで、いや、これです、これをやってすか、そうですそうです。一回ダーツのオープニングでやったことがあって、え、マジで内緒ねって言ってたんですけど、司会の方が紹介し始めて、ゲームオンまでみたいな、もう勘弁してって思って、それ以来一回もやってないんですけど、マスクしなかったの、その時マスクはできなかったですね。してもその前に、お、なんか見に来てくれた子がマリーっつって言っちゃったから、でもバレバレ。しかもこんな顔濃いから化粧濃くてもすぐ分かっちゃうんですよ。ちょっとやってよ。嫌です、本当に嫌です。もうちょっと今トイレ行きたいんで、膀胱がね、揺れちゃうと出ちゃう。じゃあですね、すじゃあトイレ行きたい、そうなんで、じゃあすいません、最後に、5つの質問お願いします。5つの質問だけ。5つの質問、はい、え、あ、どっから、はい、ここから、髪下ろしてほしい。いや、自分で想像して。棒くぐるやつではないよね。あ、違いますね。それリンボーダンスのやつ。それリンボーダンス。こんな顔濃いからって。結構ね、こうコメントカーッとか。あ、すごい面白い。なんかありませんか、質問。質問は、じゃあ棒子パンパンなんで、もう帰るって言ってますけど。それじゃあまた後で、じゃあちょっと。はいはい、あ、まだこれ、あ、これですね、すこれ質問来てるんです。トイレ行きたい、はい、行きたいです。漏らしたら大変。危ない危ない、これ、はい、これがあの視聴者が普段どこで投げてますかって。ああ、なんか埼玉、もともとホームが埼玉でずっとお店やってたんですけど、それはもうプレイヤーとして木曜日、今はナチュラルナインのグループをぐるぐる回ってます。と、はい、いうことは何曜日がどこどこにありますか。まあ特にないんですよ、で、ナチュラルだから、あの、なんか言ってください、回ってるところ。ワイズスペック、ワイズスペック、ナチュラルナイン野方店、野方店、あと池袋店、池袋店で新しくできた新小岩店。新小岩に新しいじゃん。はい、東京ですか。東京です、全部東京です。それはそこぐるぐる回って。そうです。あ、それで日程をちょっと合わせて、はい、Facebook とかで。そうですね、はい、日程表が出るんで、はい、そこです。綺麗な方なんで、見たければ Facebook でぜひ。会話はね、おじさんなんで、はい、中身はおじさんなんで、はい、仲良くしてください、はい、じゃあトイレにどうぞ。ありがとうございました。すいません、はい、降りて試合大丈夫。私3試合あくんです。3試合あるんですね。かすみちゃんのペアの方めっちゃハット出てる。誰あの、マトトエ。あ、え、誰だろう、こういう、かすみのペアがそんなうまいんじゃ、すごいね。うん、さっきから。そう、逆なんですよ、色がほら。え、これ違うでしょ。
佐藤かすみが入ってないくて、うん、でも入り出しましたね。でもさっき栗家なんか6点ぐらいとなったけど、なんかちょっとなんかいじけた感じで2人投げ出しましたね。ちょっと怒ってますか強えわーみたいな。毎回チップ締めるんで癖なんですかね。あ、そしてもう札44惜しいし、うん、腕の振りがいい。はしゃぐかすみちゃん、まあ今日はね、まあまあ普段じゃない佐藤かすみ見れると思いますんでね、うんうん。結局何だったんですか？機関支援とかだったんですか？いやいや、あの最初ね、熱、声をね、俺直したかったな、うん、声を直してもらい、今日ほら、クラブクラブだ、うん、熱はね、そしたら 熱俺7度くらいで、7度どこくらいだと思ってたら、うん、言ったら8度くらいだな、測って分かったんですか？分かった、うん、そして声と咳と痰がすごくて、うん、それで医者から処方された薬を一昨日飲んで、夜にその抗生物質を飲んで40度になった。怖い。でもこれ3回目なんよね、抗生物質。じゃあもう相当気をつけないとダメですね。そう で飲んだら下半身が熱くなるの、腰から下が。あ、これでまたアレルギー出たな。あ、失礼しました。ナイスです。ナイスゲーム。わあ、もうセカンドがめっちゃ打ってます。いや、セカンド打ってる。かすみちゃんのこんなのなかなか見れないですね。いや、やっぱね、佐藤もやっぱりあのもっとね、こういろんなことができるようになってくれば、多分人気出ると思う。お礼さん、すいません。しちゃう？あ、はい、じゃあ、どうも。はい、どうも。はい。